ブリッジハンプトン出身の元プロ野球選手、右ト左ヒポーランド系アメリカ人である。また、ティエネに所属し、プロレスラーとしての活動も行っていた。1994年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから3巡目指名を受け、6月9日に契約。高校時代のチームメイトには、ジョニー・デーモンがいた。契約後は、ルーキー級。 ガルフコーストリーグツインズで43試合に出場し、打率289.1本塁打19打点だった。1995年は、ルーキー級エリザベストンツインズと A 級フォートウェインウィザーズでプレー。A 級では22試合に出場し、打率310.2本塁打14打点だった。1996年は、 AQ フォートウェインで114試合に出場し、打率274.7本塁打70打点だった。1997年は AQ フォートマイヤーズミラクルで118試合に出場し、打率279.9本塁打64打点に投塁だった。1998年2月24日にツインズと1年契約に合意。開幕後は、 a 級ニューブリテンロックキャッツとトリプル a 級・ソルトレークバズでプレートリプル a 級・ソルトレークでは59試合に出場し、打率255.7本塁打30打点3盗塁だった。9月8日にメジャーへ昇格し、9月9日のアナハイムエンゼルス戦でメジャーデビュー。5回表から保守の守備につき2打数無安打に終わった。 この年は7試合に出場し、打率。300点1打点だった。1999年2月15日に、ツインズと1年契約に合意。3月24日に、トリプル A 級ソルトレークへ配属され、開幕を迎えた。5月16日にメジャーへ昇格。昇格後は6試合に出場したが、打率。167と結果を残せず、5月26日に、 トリプル A 級ソルトレークへ降格。6月1日打率。302メジャーへ再昇格し、3試合に出場したが、6月19日に、再びトリプル A 級ソルトレークへ降格。その後はメジャーへ昇格できず、9試合の出場に、とどまり、打率。273.3打点だった。2000年2月29日に、ツインズと1年契約に合意。 3月16日にトリプル A 級ソルトレークへ移動した。開幕後はトリプル A 級と AA 級ニューブリテンでプレー。トリプル A 級では41試合に出場し、打率。335.4本塁打、25打点、1盗塁だった。8月13日にメジャーへ昇格。昇格後はマシュー・リークロイのバックアップとして33試合に出場し、打率。 307.2本塁打、11打点、1盗塁だった。2001年2月5日に、ツインズと1年契約に合意。この年は、前年性保守のリー・クロイが不調で先発から外され、開幕から性保守に抜擢。114試合に出場し、打率、289.7本塁打、55打点、1盗塁だった。2002年3月4日に、 ツインズと一年契約に合意。前半戦71試合で打率。320.6本塁打、32打点、1盗塁と活躍し、7月にオールスターに初選出された。この年は130試合に出場し、打率。300.6本塁打、49打点、1盗塁だった。2003年3月10日に、ツインズと一年契約に合意。 この年は137試合に出場し、ダリズ打率、312.11本塁打、74打点、3盗塁だった。オフに、ツインズは2001年のドラフト1位である保守の、ジョー・マウアーをメジャーに昇格させることを決めたため、ピアジンスキーは、構想外となった。2003年11月14日にブーフ・ボンサー、フランシスコ・リリアーの、ジョー・ネイさんとのトレードで、 サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。ジャイアンツは、ピアジンスキーの獲得に際し、後に、ツインズのクローザーとなる、姉さん先発ローテーションの一角を担うようになるリリアーノと、ボンサーをまとめて放出しており、史上最悪のワンサイドトレードとして、ファンや地元メディアの不評を買った。2004年2月18日に、ジャイアンツと1年契約に合意、前年オフに、 正保守のベニート・サンティアゴが対談したため、開幕から正保守の座を獲得。131試合に出場し、打率272.11本塁打77打点だった。オフに、後日のトラブルが原因で12月14日にジャイアンツから放出された。2005年1月6日にシカゴ・ホワイトソックスと225万ドルの1年契約を結んだ。 前年ホワイトソックスは保守を固定できず、開幕後は、保守として起用された。この年は128試合に出場し、打率、257.18本塁打、56打点だった。オフの12月19日にホワイトソックスと、総額1500万ドルの3年契約を結んだ。2006年も開幕後は、保守として起用されていたが、5月20日の、 シカゴカブス戦2回裏1四万塁の場面でブライアン・アンダーソンが左儀比を放ったためタッチアップで本塁へ侵入した際に本塁を塞いでいた保守のマイケル・バレットにタックルした。バレットがボールを落としたため判定はセーフとなったがこの行為に起こったバレットがピアジンスキーを殴りアンダーソンがカブスの一塁手であるジョン・メイブリーを殴るなど乱闘騒ぎとなった。 5月26日に MLB 機構はバレットに10試合、アンダーソンに5試合の出場停止処分を発表したが、ピアジンスキーは2000ドルの罰金となった。前半戦76試合で打率、320.6本塁打、29打点と活躍。同年のオールスターファン投票では、保守部門で3位以内にもランクインしなかったが、オンライン投票で最後の1枠を決める。 最終投票にノミネートされ、本拠地である US セルラーフィールドでは、パンチ AJ キャンペーンが盛んに行われていたこともあり、4年ぶりに選出された。この年は140試合に出場し、打率295.16本塁打、64打点、1盗塁だった。2007年も、聖保守を務め、4月18日のテキサスレンジャーズ戦で、マーク・バーリーが、 ノーヒットノーラムを達成した際にも保守を務めた。バーリーは彼のサインには一度も首を振っていない。彼に大きな信頼を寄せているから彼のサインに従って投げているよと話している。6月7日のニューヨークヤンキース戦で8回裏に三振した際にヘルメットをホームプレートに投げたため急進のボブ・デイビッドソンから 退場宣告されたが、その判定にうんざりしたピアジンスキーは、バットをプレートに叩きつけた。試合後に、ピアジンスキーは、彼の判定は正しかったよ。ここ数日フラストレーションが溜まっていて、冷静さを失っていたんだと話している。MLB 機構はこの行為に対し、1試合の出場停止処分を発表した。この年は136試合に出場し、打率。 263.14本塁打、50打点、1盗塁だった。2008年は134試合に出場し、打率、281.13本塁打、60打点、1盗塁だった。チームは、アメリカンリーグディビジョンシリーズへ進出し、全4試合に出場。13打数5安打で打率、385.1打点を記録したが、チームは敗退した。 2009年は138試合に出場し、打率300.13本塁打49打点1盗塁だった。2010年はホワイトソックス内でトレード話が活発となり、この年契約最終年のピアジンスキーもその一人となった。開幕直後から守備、打撃ともに経験豊富な星を必要としているレンジャーズなど数球団のトレードが急浮上し、 ピアジンスキーはトレード拒否権を持っているポール・コネルコ以外の選手はトレードされるし私もその一人だ別に驚いていないよと話していたがすべて破談となったこの年は128試合に出場し打率270.9本塁打56打点3盗塁だったオフの12月3日にホワイトソックスと 総額800万ドルの2年契約を結んだ。2011年は前半戦80試合で打率297.3本塁打、29打点と、好調をキープしていたが、8月16日に左手首の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月2日に復帰。この年は129試合に出場し、打率287.8本塁打、 48打点だった。2012年の4月21日には、シアトルマリナーズ戦で、フィリップ・ハンバーの完全試合の保守を務めた。この試合で、ピアジンスキーは、サインを見やすくするため右手の指に白いマニキュアを塗り、高リードを見せている。また、8月には5試合連続本塁打を記録した。この年は135試合に出場し、打率。 278.27 27本塁打77打点だった。オフの10月29日に FA となった。11月8日に地震初となるシルバースラッガー賞を受賞した。FA となったピアジンスキーにはヤンキース、レンジャーズ、タンパベイレーズなど数球団が調査を開始しており、ホワイトソックスはすでに2013年の総年俸が1億1000万ドルに、 達すると見られていたため、再契約を見送った。2012年12月26日に、レンジャーズと750万ドルの1年契約を結んだ。2013年は、前年聖保守のマイクナッポリが移籍したため、開幕から聖保守として起用された。移籍後3試合目の出場となった4月3日のアストロズ戦では、先発のダルビッシュ有が9回西まで無安打。 無支球に抑えたものの、マーヴィン・ゴンザレスの安打で完全試合を逃した。この試合で完全試合を達成していれば、ロンハッシー以来二人目となる、完全試合を二度達成した保守だった。この年は134試合に出場し、打率、272.17本塁打、70打点、1盗塁だった。オフの10月31日に FA となった。 ピアジンスキーは9月4日のオークランドアスレチックス戦でエースのダルビッシュとマウンド上で口論になるなどの問題があり、レンジャーズは2番手捕手でダルビッシュと相性の良いジオバニーソトと再契約したため、ピアジンスキーと再契約することはなかった。2013年12月4日にボストンレッドソックスと825万ドルの1年契約を結んだ。 2014年は開幕ロースター入りし、開幕後は聖保守として72試合に出場。打率254.4本塁打31打点という成績だったが7月9日にディフェとなった。7月16日に放出された。2014年7月26日にセントルイスカージナルスと契約した。移籍後は 正捕手のヤギアー・モリーナが故障で離脱していたため、先発起用された。8月29日に、モリーナが復帰したため、9月からバックアップとして、プレーした。チームは、ディビジョンシリーズへ進出したが、2番手捕手は、トニー・クルーズが務めることになり、ロースター入りを逃したが、リーグチャンピオンシップシリーズ前に、モリーナが故障で離脱したため、代役として、ロースター入りした。 シリーズでは2試合に出場したが、6打数1アンダーと結果を残せず、1勝3敗で迎えた第5戦はクルーズが先発起用された。オフの10月30日に FA となった。2015年1月7日にアトランタ・ブレーブスと200万ドル、出来高の1年契約を結んだ。11月2日に FA となった。11月11日、ブレーブスと1年契約を結んだ。 ブレーブスでは、聖保守を務め、15年連続100試合以上となる113試合に出場。実に2009年以来となる打率、3 0に加え、9本塁打、49打点を記録し、打力の健在ぶりをアピールした。守備面では、失策こそ2個に止めて、守備率、997と、堅実さを見せたが、DRS はマイナス13に終わり、 低調な内容だった。2016年は8月17日に左ハムストリングの針で15日間の故障者リスト入りし9月1日に復帰したが9月11日に再び15日間の故障者リストに入り9月17日には60日間の故障者リストに移ってシーズンを終えた。オフの11月3日に FA となった。 2017年3月28日に現役引退を表明した。非常に悪の強い性格の持ち主として知られる。2012年6月にベーザ・シメンズ・ジャーナルが現役選手100人を対象に行った最も嫌われている選手のアンケートでは34%の得票を集め2位のアレックス・ロドリゲスに大差をつけて1位になった。選出理由には メジャー5年未満の選手を何も知らない仲者のように扱うことが挙げられた。また、相手打者を挑発するトラッシュトークや審判を欺くプレーでも悪名高い。2011年9月にスポーツイラストレーテッド氏が現役選手215人を対象に行った最も卑劣な選手のアンケートでも29%の得票で1位になっている。ジャイアンツ時代は スプリングトレーニングで、コーチの股間を蹴ったことをはじめ、チームメイトの誘いを無視して、ポーカーに興じて、練習をすっぽかしたり、相手打者の研究をするためのビデオを見ようと、しなかったりと、様々な問題を起こした。ピアジンスキーがチームメイトに謝罪したことで、問題は一応解決したことになっていたが、シーズン終了後に自らチームを去った。ホワイトソックス遺籍後の2006年には、 同じシカゴに本拠地を置くチーム同士の対決となったシカゴカブス戦でカブスの星マイケル・バーレットと殴り合いを演じピアジンスキー、バレットを含む4選手が退場になった。また2012年にはロン・ワシントン監督が自らをオールスターに選ばなかったことを逆恨みし公然と批判した。ホワイトソックス時代の監督だったオジーキー・イエンはピアジンスキーについて あいつが敵なら嫌な奴だけど、味方にすれば少しはマシだよ、とコメントしている。本人は、批判を意に介せず、俺は勝つために、ここにいるんだし、そのためにできることは何でもやる。何を言われたり書かれようが、それは、俺のコントロール範疇外。俺にできるのは勝利のために全力を尽くすことだ。フィールドでの自分の振る舞いには誇りを感じていると、述べている。 2011年から2013年は、FOX スポーツのポストシーズン中継でゲスト解説者を務めた。ありがとうございます。